それではバイオハザード4続きやっていきたいと思います。現在、レオン君は、さらわれた大統領の娘を探してヨーロッパのとある村に来たところ、あ卵金金玉を取ってしまった。はい、村に来たところ、村人に突然襲われ、この村はやべえとなって、これ今ちょっと村を脱出しようというところですね。というか金玉を拾ってしまった。これは何だい、調べよう。体力を完全すごくいいものを拾いました体力を完全回復してくれるらしい。よし、で今この村を脱出しないといけないので、どうすんだっけ。あ、これじゃない、これじゃないです。マップはこちら。あの赤いとこを目指していけばいい。確か、あ、この先だからこれを登っていかなきゃいけないんだったかな。よし、行こう。いやでもなんか金の卵を拾えたのはなんとなく幸先がいいのではないか。前もあ、間違えた、鶏の卵拾ったんですけど、多分ね、なんか金とかはあれですよね、確率というか開かない。あ、ここじゃない、2人がかりになるうちのもれそう、2人になることを暗示しているそうだが、あれ、ちょっと待ってあ、こっちじゃなかったでーちゅこっちじゃなかったでーちゅ。あれ、しかもなんかはしごが直せない。あれ、あ、立てる、よかった、レオンくんが立てることを覚えていた。あっちか、あそこに行きゃいいんですね。さあこの先で村から脱出できるのか。よいしょ、さあどうだい。またこの骸骨がぶら下げてあるやつがあるが、ん、あ、何、おっと、これは始まるのか。連打はい、連打、よく走って走るよ。こういうのをなんかクリス君もやった記憶が、まあ連打じゃないけど、何か避ける、お、危ないいきなりそういう QT 的なのは勘弁していただきたい。危うく間違えるところだった今ボタンL1 と R1 を押すことでね、2でしたね。天井が光っている、あれは何だい。よいしょ、はい、スピネル、あ、これもなんか村で拾ったような覚えがある。さあここは、あ、あ、いる、あ、なんだ、行っちゃった。あ、ちょっと待って、なんか投げてきた、あう、爆弾投げようか。ちょ、あー、うふち待って、結構届く、てかいきなり食らった。ここが卵を使うときが来たなあ、でも完全回復だからな。どうしよう、木、これ使っとく、これ使って体力上限を上げてから、ちょっと待って、これはちょっと一旦隠れた方がいいですね。あ、待って、ここにもなんかある、待って、これ危ない、きっと危ない、ちょ、あー確かでもあれ、あー、撃てば落とせたはずなんですが全然狙えない、やめとこう。こっちの爆弾を、あれ、なくなった、さっきここに紐付き爆弾が、あれ、まあ、やばい、え、ちょっと待って、あいつ木の裏で、ちょっとわからなかった、これ確かね、これで、あれ、よいしょ、ほい、トラバサミは起動できる、ここもスピンネル、これは使いどころがまだわからないが、紐爆弾を、ミキサー爆弾的なのは破壊していきたいが、だな、何、爆弾の音が、どこだ、どっから投げてきた、ここ入っていい、ってかここはどうなってる。村、ああ先に行くだけ、でもなんかありそうだけどな、まあいいや、ちょっと一旦、ここは確か開かないから、ナイフでやると壊れる、開けよう、はい、こんにちは、ん、ここは何もない、ここはなんかあるかい、あ、金だ、
線を拾って弾も拾って、いやー食らっちゃったからあんまりセーブしたくないけど、まあいいやしちゃおうはいこんにちは、これ成功して、まあ金の卵拾ったんでね、それもあーっといきなり、はい、さあこれは奥に、なんかどんどん行ってるな、あーっとちょっと待って、近いところで爆発させると死ぬ恐れがあるんで、ここは慎重に行きたい、多分今の体力で食らったら死亡するだろう。あーグリーンハーブ赤が欲しいな、今緑2個あるけど、あ間違えた、緑は2個あるんだが、まあ金もあるんでね、いいんですけど、まあ、まだアイテム欄も圧迫してないし、ここはあこれ押せる、押しましょう、よいしょ、地図的にはあこの奥が目的地、んここか、あっこからどんどん行ってる、そんな感じか、行っていい大丈夫、行くぜゴー、はいカチャッ、あそういう鍵、おっと男が出てきたぜ、長髪のちょっとイケメンかあおLittle rough, don't you think? ゆっくり話す、ヒゲも一緒に抜けたかどうか一応でも話を聞く前に解いてあげる、 No, you?、うん、やつらとは違うのか、村人とはちょっと違う、でも捕まっていたのはなぜか殺されずに、 Okay, I have only one very important question. 大事なこと、なんだい、 You got a smoke? おっと、タバコ、ガムは持ってるレオン君、お、村人来ちゃった、あ、なんか、Perfect. でかい、パーフェクト言ってる、The big cheese. ボス。What? なんか足音もでかい。ってかたいも大うめが。おっとアイス。そしてレオン君の鍛え上げた蹴りを見事もしない。そして投げ飛ばされ、あ、気絶。あっと、ここでチャプター1が終わり。うわ、命中率低く。死亡はしなかったけど、命中率がちょっとお粗末ですね。セーブはしときますか。あでもさっきしたからいいか、まあいいやセーブ回数が記録に影響するかどうかわかんないですが、まあね、今更気にしても弱き人間よ、我らの力を続けてやろう、うん、その注射なんだい、あレオン君が何かを注入される、お、なんかさっきの人と違う、この力の魅力に逆らえなくなる、この村の人たちはみんなこれを注入されてるってことなんですか？わお、なんかあんなでかい卵みたいのが入るのは嫌やが、ん？ああ、一緒に縛られている。とりあえず薬を注入して様子を見るということか。いや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 。Crawl out of one hole. 助けるはずが、あ、そうね。You want to tell me what's going on here? この村は？アメリカの、し？ Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. 元警察ですけどね。Maybe. 一日警察だった。Okay, let me guess.She's the president's daughter? おっと、ここで。It's too good for a guess. Wanna start explaining? すっとそれが出てくる。Psychic powers. Psychic power. Nah, just kidding with you, amigo. 何か知ってる。I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. 教会でぞ。なんかやべえ人来てるけど。明らかにやべえやつが近寄ってきているが。And who might you be? やべえやつやべえ武器。Me llamo Luis Serra.ルイス・セラ、うん、ハンサガのプー、あ、無職ということですね、警官だったが辞めちまった、うん、Why'd you quit? どうしても元警官、You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. 憎まれ役には来た。Being a hero isn't what it's cracked up to be. 正義の味方なんて割り得ねえ仕事、うん、ちょっと警察に Used to be a cop myself. 残念な気持ちを持ってる。Only for a day, though. うん、レオン君も現地警察。根性なしだ。Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City.
On my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? Umbrella scan. I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. 警察のラボでウイルスのサンプルがある。ちょっと重要な話も聞きそうだったが、やばい、元警官だろ、お前は。そうだ。あ、何避ける。はい。これ失敗したらゲームオーバーってこと。みんな怒んな。危ない。おう、レオン君足技が結構お好きなようですね。おっと、ルイさん逃げた。この敵も村人も首とかが折れれば死ぬ。そんな感じか。It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner. 手が離せない。物理的にね。You're okay, right? I'm fine.There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently, there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. 村に戻っている。村に戻ってまた道を探さなきゃいけない。そういうことか。頭が拾っていこう。さあ、しかし、ここは行って大丈夫？あ、何？あ、誰？ Over here, stranger. あ、でもなんかこの人、他の人の動画で見覚えが、なんか武器を売ってくれるじゃなかったかな？ライフル取って、あ、セブン、まあそんなね、ポカポカしなくてもいいでしょう。ちょっと、あの人を見に行こう。なんだい？あ、手が痛い。いい武器がある。あ、バサ。人の前ね、裏路地に連れ込んでコートの中身を見せつける怪しい男。お宝を売って武器を買いな。ああ、なるほど。なんかね、いろいろスピネルとかペンダントとかお宝をもらったのはここで売って金にするためと。で、なので売却。どれだ？金玉3000。そんなに高くない。スピネルが1,500。あ、これ売って、真珠のペンダントも売っていいやつ。お宝を売れってことだ。ここら辺はいい。購入。アタッシュケース。ああ、より多く入るようになる。これは必要でしょう。Thank you. で、村の地図。ああ。高額な宝のどうしましょうこれね。余ったら買おうか。ちょっとライフルとか欲しいですね。遠距離武器は、ちょっと欲しい。てか、さっきそう、なんか、スルーしたけど、ライフルの弾っぽいの拾いましたよね。ライフル買っておこう。ああ、で、これで、ああ、なるほど。自分で場所を、待って。場所を選ばなきゃいけないで、これで回転か。じゃあ、ここに、あ、こうか。なんか、適当にやったけど。まあいいや。マシンピストル、ロケットランチャー、あ、スコープ、ライフルのスコープもある。7000、買えない。買えないぞ。そこら辺で、あ、なんか売る。なんか売っちゃおう。閃光、手榴弾、ハンドガン。金玉売るか。スプレーあるしな。まあいいか。改造は？ハンドガンの、威力とかがアップする。これも結構金がかかるんで、まあ後でいいでしょう。まあこうなると金が結構必要な感じですね。あ、照準向けられるんだ。えい。あえ、一撃ですか？てか、一撃というか、実らで、なんかふわっちんなんだけど。この後利用できないとかないよね、これ。大丈夫？大丈夫だと信じたいよ。でも普通に利用できない可能性ある。まあいいや。いいのか。まあまずかったらセーブを戻せばいいだけの話を。さあ、めっちゃうろついてんな、ここ。うろついてますね。こんにちは。はい、ありえんな。はい、こんにちは。はい、はい、はい、あ、ここ当たんないか。当たった。よし、あ、来てるよ。あ、待って、照準が向かない。照準がうまいこと言ったら、はい、ちょっと待って。
あーなんかすごい来てるね。待って、マップじゃなくて、てかここどんどん当てる、奥に行けばいいのか。来たので、ちょっとショットガンで一応したところで行きましょう。さあ来い。はい。あいや、あのさ、爆弾持ってるようなやつらにあったい。この人たちが来たときに、なんか、あ、大丈夫。よし、なんか向こうで吹っ飛んだ気配があるので、この隙に行こう。爆弾で吹っ飛んだ気配が、あー、いっぱい落ちてる、いろいろ。ライフの弾、これは金も結構重要な感じになってきましたね、ああいうのが買えるとなると。ここはどうするんだ、なんかありそうだけど。あ、ここよいしょ。あ、弾だ、よし。ここは他にはない、奥に行こう。はい、こんにちは。あー、なんかいるよ。弾拾って、あー、待ってください。あー、待ってここから出よう。よいしょ。しょうがない、卵、待って、アイテムなん違う、卵を食おう。で、どうなってる、ちょっと奥に行ってみようか。奥が、ここ行けそう、どうなんだ、なんか、あ、開かない、あ、はめる、なんか探すのか、ここ部屋というか、なんか探しそう。 M って何、 M は武器商人か、武器商人いるね、来てるのか。あー、どうなってる、うわー、ちょっと待って違います。ショットガンでお願いします。はい、あ、落ちた、ラッキー、これいいね、橋は落ちてくれる。どうすんだ、ちょっといろんな、いろいろ見てみないとわからんぞ。ちょっと、あー、なんか投げてる、めっちゃ来てる。ここは、あー、すごいいるね、なんかある。はい、ほんどいてね、ちょっと弾があれなんで。はい、よしよし、いいよ。あ、これなんだ、これか、これが、あーっと片割れっぽい感じ。うん、左、じゃあもう一個あるな、もう一個ありそうなので、ライフの弾もらっておいて。どこだ、宝箱っぽいのは。あー、そこに人がいるよ。あ、落とさないで、爆弾。あ、あんな、あれだ、そこにある人。待って、あー、出なくだ手なさったった。あー、なんかでもちょっとアイテム欲しい、弾か、いいね、ショットガンの弾いいけど、こっちを置いて、この上にあったな、この上に、あ、違う、こっちだった。あー、待って、あー、くそ、意外とかわせない。あ、まずい、爆弾が、よし、なんか爆弾がいい感じに、あ、これか、この家の上にあった、なんか今でも投げてきてやがった。あー、待って、撃てない、照準がすぐ行かない、バーン。あー、危ねー、ちょっと待って、体力がやばい、意外とどうも三角をしてしまう。どうする、スプレーもあるが、ハーブスプレーはでも調合の可能性があるので、イエローとスプレー使っちゃおうか。はい、で、あー、ちょっと待って、次起きないで、あー、まずい。はい、よし、これで、これを開けて、はい、乗って、わー、爆発がすごい爆発する。アイテムをどうすんだ、これか、鍵板から、これ、あ、ここでも組み合わせが必要なのね。これとこれか、こうだな、うん、で、じゃあこれをさっきのところにはめればいい。あ、ここ行けないの。こっちはいける、ここはいける、よし、じゃあ行こう。何いる、どこにいる、あっぶねー。落ちていて、はいはいはい、飛びますよ、ちょっとここで移動としていて。はい、あー、アイテムが持ってないけど、しょうがない、ここはあまりにも人が多すぎる。あー、爆弾落ちてきたよ、しかもないよ、死んだっぽい。ここは OK、 開かない、うん、はい、はめたいです。これ、そう、これを使おう。はい、開いた、よし、ゴー。これで逃げ切ったか、これで追ってこないのも謎だが、どうする、これはここは安心か、罠に
いやでもさっきのとこいろいろありそうだな。ここはなんかアイテムがあったりするとそうでもない。ここにある、これは下に。あ、弾ありがてえ。しかしハンドガンが若干心持たないというか、囲まれるとやっぱりどうしてもショットガンとかが使いたくなるよね。なんか光ってる、あれなんだい。ハンドガンの方がいいかな、どうかな。よいしょ、ライフル。そう、ライフルも結局使ってねえし。あまりの忙しさに。あそこに何か仮面がある。ライフルは使ってないけど、こんにちは。ほい、あ、なに、あ、いた。なんだそれ、やめろ。あ、待って、待って、待って、なんか乗り越えてきてる。危ない、危ない。さあ、ショットガンでゴリ押ししてしまったが、ああ、ありがてえ。ゴリ押しした後でも回収できる、それがいいところだ。てか弾がどうなってるんだ。三角じゃないです。タッチパッドなんだから、いやー、しかショットガンない。ハンドガンがすごい溜まってきたので、ハンドガン見つけしとこう。使わないのも問題なのでね。はい、ここは、あ、待って、これはこう。あ、ライフル、ライフルも結構あるね。ただ距離が取れないとあまり意味を出さない。ライフルダウン。あ、こっちか。はい、こんにちは。まだしかし音楽が、何、ちょ待って、あ、隠れてた。なるほど。で、どうすんの、あれ投げるときに多分打つんだよな、おそらく。落ちてね、はい、待って。で、爆弾で勝手に死んでくれるから、あー、おし、あー、おし、いや、ちょっと待って、これいける、いける、今絶対いける。あー、こんなところにドラゴンスだけたくさん。気づかなかったです。これは、待って、こうで、こうやった。あー、まだいった、こっちは。あー、待って、ドラパス目がいっぱいある。あー、待って、はい、あー、鉄の爪を、ケツにいて、爪にドラパス目を打ってけ。忙しい、忙しいよ。なんかロープにいる、ちょっと、リロードしてから行く。いるね、これ、多分。なんか、今、ぐちゃってる。水がある。あー、これは、いや、無視するよりも、なんか、故障がいいかもしれない。ちょっと、あ、待って、危ない。こいつ、タフいな。はい、大丈夫。で、あ、よかった、これが消えた。まったくやめてくださいよ、もう。次から次へと。いや、結構なんか今までの、あれ取れないのかな、あれ、バイオと比べてなんか忙しい気が。まあ RE2 とか3も忙しいっちゃ忙しかったけど、なんかより忙しさを感じる。アクション性がね、求められてるというか。はい、ちょっとリロードさせてね。ん、下に行く。こっち合ってる？合ってると思うけど、うん、抜けれそうですね。さあ、あ、こんにちは、こんにちはです。はい、はい、どうだ、まだ死なないのか。硬いね。上は？あ、大丈夫、下へも行けるな、これ。あ、待って、飛び降りちゃった。あ、なんだ、あ、弾ん、なんかやばそう。あー、大丈夫。ここは、あ、先行手榴弾、水浸しだけど大丈夫。ここはこれだけ、アイテムがある場所ということか。まあ、上に登りゃいいんだよね、多分。あそこから上に出る、地上に。
ていうかアイテム欄が今どうなってるのかさっぱり。あ、閃光とかライフルとかもうしっちゃかめっちゃかになってきた。こまあでもまだ余裕はあるな。アイテムをアイテム枠を拡張しておいたおかげでいきなりセンサー爆弾があるんだ。とりあえずあれを破壊しておく。あーカラスあとトラバサミがいくつか。ちょっと待って、これいまいち距離感がわからん距離感がわかんないっすよ。ん？ここにもあった？ないで、手前に何かアイテムがありそう。あ、待って、ほい。これで、こんだけか。あ、まだある。はい。ない。さあ、この先は？おっと、若干カメラが上向いて。階段登ることになった。あ、ってか、あ、待って、なんかセーブが。セーブがこの先にありそうなのかな。あ、なんだ、調べる。埋め込まれた水晶玉が動かしそうだ。はあ、どの方向に関する。あっと、謎解きですか。上に回すと、うん、下に回すと戻る。ああ、なるほど。なんか多分この扉の左右にあるマークに近づけ、あーらーな近づくどころか同じになりましたね正解でした。あ、この肖像画なんか見たような。さっき、あ、鍵が、暗証の鍵。あ、これなんかね、注入された時に、てかそうだ、レオン君なんか注入されてんだよな。大丈夫かな。あ、これは村長のメモ。サドラー様の命令により合衆国のエージェントは生かしたまま監禁しておいたが、その真意は計りかねる。あ、なんか上の人の命令でレオンは生かされたまま、うん、殺されなかった。少なくともルイスとは離れた場所に監禁すべきだと思うのだが、うん、ルイスが初対面の人間を信用するとも思えないが、もし二人が手を結んだとしたら少々面倒な事態になるやもしれん。第三の組織が動いているとすればこの隙を見逃すはずはない。だがサドラー様はわざとこうした隙を見せることで裏に隠れた何かを表に出そうとしているのかもしれない。万に一つ事件の組織がすでに内部に潜り込んでいるのであれば、あ、事件の組織、九段のね、組織がすでに内部に潜り込んでいるのであれば、これまでの我々の計画が水泡に帰すばかりか、計画自体が乗っ取られる恐れがある、うん、今あえて危険を冒すことでそれをあぶり出し陰謀を未然に防ぐおつもりとも考えられる。どちらにせよ我々にはサドラー様を信じるより他に道はないと、うん、村長もそのサドラーとやらになんかね、逆らえないというか。ここなんかある。あ、あるじゃん。お金取っちゃった犯罪者あ、ミュービーかていうかセーブがしたいですあー、顔びっくりした。今人かと思ったおー、さっきのでかい人、さっきは見逃してくれたが、これはどうなるか。逃げ出した後だ、だいぶ締められてるが大丈夫これ。あ、目が、レオン君目が赤いぞ。これはか、なんか注入された。同じ血が混じってるんだ。あ、何も結構直線要素も Just remember, 覚えておけ。目障りになるようなことがあれば容赦しない。そんなこと言ってと主人公は成長しちゃうんだぞまあでもね、全然対処できると思ってるんでしょうね。おっと、ここでまたチャプターが終わる。さっきより命中率は上がったが、どうだったのか。セーブしよう。よし、じゃあ今回は一旦ここまでになりそうですかね、時間的に。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。